ディランリー・フローロは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、マーセド郡マーセド出身のプロ野球選手。右ト左ヒ MLB のマイアミ・マーリンズ所属。2009年、MLB ドラフト20巡目で、タンパベイ・レイズから指名されたが、カリフォルニア州立大学、フラトン校へ進学した。タンパベイ・レイズ時代2011年の、 MLB ドラフト13巡目で再びレイズから指名され、6月11日に契約した。2012年、A-9 ハドソンバレーレネゲーズでプロデビュー。18試合に登板して4勝を1敗にセーブ、防御率2.24021奪三振の成績を残した。2013年から先発に転向。まず、A 級ボーリンググリーンホットロッツでプレーし、19試合に 登板して9勝2敗、防御率1.8185奪三振と高騰。ミッドウェストリーグのオールスターゲームに選出された。8月10日に A 級シャーロットストーンクラブズへ昇格。4試合に登板して2勝0敗、防御率1.6114奪三振の成績を残した。オフにレイズ参加所属の選手から選ばれるオールスターチームに選出された。 2014年は AA 級モンゴメリービスケッツでプレー。3度の週間 MVP に選ばれるなど、前年の高騰をキープした。この年は28試合に登板し、2度の完封を含む11勝、防御率4.0412奪三振の成績を残した。2015年はトリプル A 級ダーラムブルズでプレーし、25試合に登板して9勝12敗。 防御率5.0281奪三振の成績を残した。2016年からリリーフへ転向。トリプル A 級ダーラムで30試合に登板後、7月6日にレイズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月7日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの8回一死から登板し、3安打1失点に奪三振だった。 7月22日のオークランドアスレチックス戦では、同点の延長12回裏から登板。しかし、14回裏1死2塁の場面で、ここクリスプから左中間へのサヨナラアンダを打たれ、メジャー初黒星を起死した。最終的には12試合すべてにリリーフ登板し、防御率4.20だったが、フィップは2.28と安定感のある数値をマークした。 2017年1月11日にディフェとなった。2017年1月17日にウェーバー工事を経てシカゴカブスへ移籍した。2月1日にディフェとなった後、3日に40人枠を外れる形で参カの AAA 級アイオワカブスへ配属された。5月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月31日に再び、 ディエフェとなった。2017年8月4日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルスドジャースへ移籍し、参加のトリプル a 級オクラホマシティドジャースへ、配属された。8月18日に、カーティス・グランダーソンの加入に伴って、ディエフェ、22日に、マイナー契約に変更となった。10月3日に、FA となった。 シンシナティレッツ時代2018年1月8日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加のトリプル A 級ルイビルバッツで迎え4月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レッツでは25試合に登板して3勝2敗。 防御率2.7227奪三振の成績を残した。ロサンゼルスドジャース時代2018年7月4日に、ジェームズ・マリナン、アネ・ウリーズ・ザバラとのトレードで、ザック・ニール・インターナショナル・ボーナス・プールと共に、ドジャースへ移籍した。2021年2月12日に、アレックス・ベシア・カイル・ハートとのトレードで、マイアミ・マーリンズへ移籍した。 平均 92mph のフォーシームにツーシーム、スライダー、シンカー、チェンジアップ、カッター、カーブの変化球を持つ。ありがとうございます。